皆さん朝からおはようございます。おはようございます。今日はディグのシーズン1優勝者としてスペシャルプライズでアルマーニエクスチェンジさんが衣装をプレゼントしていただけることになりました。ありがたい、ありがたい、嬉しい、嬉しい。なので皆さんには今日店舗に入って好きなアイテムを選んでいただきます。自分たちで選び選び、そうね、自分に似合う気になるアイテムをそれぞれにした後、その後生かした写真撮影が必要なので、皆さん今日は私服ですか、ね、朝私服で、はい、皆さんのファッションセンスとかちょっとやばいやばい、もうキャップが3人かぶってるトラブボーイズがよろしくお願いします。お願いします。ちょっと難しいですね。緊張してます。何したらいいのか分かんないから。今日はやっぱなんかちょっと爽やかな感じで行きたかったので、青に青にやって、帽子も青にしようかなと思ったんですけど、ちょっとやめて黒っぽくしちゃいますね。僕あんま発色強いのあんまいつも着てなくて、どちらかといえば暗めのが多いんで、なんかこういう黄色のも今回の金に挑戦してみたいなーっていうのはあるんですよね。今日は、まあ、古着が今日ベースになってるんですけど、まあ、それで色合わせしてアウェバーガンディにして明るさというかを入れたって感じですね。スケーター系のファッションがすごい好きでそっちが多かったんですけど、最近サーフ系だったりアメカジとかも興味持ってるんで、なんかすぐパッパッパって決めれるかなと思ってたんですけど、意外とちょっと悩んじゃうな。かわいい上のと服とかはわりかシンプルな、いや、綺麗めでちょっと攻めようかなと思って。夏なんで今の時期がだから白にこのデニム、結構なんか夏っぽいをテーマに今日来てきました。でちょっとポイントがこうメガネだったりちょっとアクセサリーでちょっと軽くつけてきました。僕もランニングの服装にしようかなと思ったんですけど、この後撮影あるのを考えるとちょっとかっこいいのですかね。今回狙ってるのはファッションのポイントは今日は黒でいこう、真っ黒で来ました。まあこのビフォーということなんで、まだ何にもないよう初期設定みたいな服装で来ました。あえてレディース攻めるって。レディースとか着るんですか？着ます。女性物って結構色合いが明るい色が結構多いんで、まあ、ワイドパンツだったらまあ白だったり、まあ、青だったり緑だったり結構そういう、なんだろうな、ちょっと明るめな服装結構多いんで。ちょっと可愛いですよね。楽しいね。結構いい、いいな。やっぱ後ろから見たやっぱ可愛い、まあ、なんだろう、ちょっとレディースっぽい感じが、まあレディースなんですけど、なんかそれがまたかっこいいよ。どうですか、しっくりきそうですか？いや、しっくりきました。ちょっとこれを基準にちょっと考えてみようと思います。こういうのもいっちゃっていいんですかね、こういうの。あー、かそうですね、一旦確保ということで、これ俺行くよっていう顔をちょっと迷惑を引くほど似合ってましたね。かなわんす。普段もこんな感じですかね。そうです、そうです、そうです。綺麗めなんで結構ちょっとこれが気になるんですよね。これたまんないですね。
ワイドパンツばっか履いてるんですよね。あ、ワイドパンツ。結局それを履くんだろうなって思って、いやこれめっちゃ好きです。本当にバルーンパンツもちょっと欲しかったんで、はい、好きです。おおって感じです。でこれがちょっと今ドツボなんで、これもちょっとチェックメイトでチェックメイトで金持ちの子供みたい。一気にまた変わってる。帽子。うわ、一回ちょっと合わせてみます。だいぶまとまってきた感じします、ね。そうですね。イメージ的には。もう一個でもちょっと攻めすぎですかね攻めすぎですかね。そうですね下半身全く一緒。上だけ切り取られたら一緒です。いいじゃん。なんかちょっと似てるね。どっちか変える、うん、どっちにする。こっち開きたいです。俺もだよ切りっぱなしがいい。じゃんけんする。年上ですよね、みずきくん。年下でしょ。勝った方ですか。勝った方が切りっぱなし履けるってことで。せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。よし、向かるよ。せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。変えます。カモン、全員。たける勝った。うん。何？あ、竹村さんのデニム？うん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずこのパンツに一目惚れしまして、全体的にブルーを基調としまして全体的に統一感出るように選びました。ありがとうございます。中のさ白、あーそうですね、確かに。だから白を出させていただいて、これちょっとバランスを取るのがいいよって店員さんがアドバイス教えてもらったんで、これから僕常日頃から白を出していきます。僕もこのパンツがちょっと気になってこれいいなって思って水木くんの被っちゃってじゃんけんで勝って僕が履く形になりました。そうです。あ、そうです。これレディースでいいじゃんってなったのでこれ行きました。いいじゃん。はい、まあでもタケルの後にこれになったんですけど、結構これ実は履いてみた時にストレートのシルエットも良くて、ここの折り返しのところも結構めちゃめちゃ気に入ってて、個人的に意識したポイントはここのシャツをジャケットから出すって感じで、最近僕タンタケが結構好きなんで、そのタンタケからのここが出るようなイメージで今回はやってみました。僕は全体的にちょっと白黒でちょっと統一感ある服装にしてみました。ただちなみにこれもレディースなんですけど、これに僕は一目惚れしてしまって、あと普段こういうなんかハイカットでこう銀色のこうハイカット履かないんで、そういうのにもちょっと挑戦したくて今回スニーカーを選びました。一度も衣装はではないけど、はい、ということで、はい、じゃあオムスチールの撮影をするためにじゃあちょっと場所はい、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 は
ちょっと顎上げない。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。撮影終了しましたけれども、はい、いかがでしたか、皆さん。楽しかったです。楽しかったです。その時で楽しかったね。うん、こうやってなんか本当にソロ写真というか、うん、モデルみたいな感じで撮ったの初めて。確かに確かに初めてだった。ルーツとしてソロ写真撮るのも前撮ったアーシャー以来だから、はい、なんかちょっといつもと、ね、違う感じもして、うん、楽しかった。楽しかった。楽しかったです。普段自分が着ないようなジャンルの服装で、新しい自分が発見できたのかなと思います。いいじゃん。いいじゃんっていいじゃん。それこそロゴを生かして写真を撮るっていうのが、撮られるっていうのが難しかった。確かに。僕の場合、ロゴプラスこのロングコートっていうのでね、ああ結構なんか長いこういうコート着てなんか撮影するの初めてだったので、うん、結構ちょっと苦戦しましたね。自然なこういう動きでなんか そう撮影するっていうのが結構難しくて、でも楽しかったなと思います。楽しかったです。はい、皆さん改めてシーズン1優勝ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。